東日本大震災で津波の被害を免れた大漁旗の展示会が名取市の閖上地区で始まりました。こちらには閖上港の大漁旗が飾られていて、旗には漁船の名前などが色鮮やかに描かれています。名取市閖上の震災復興伝承館で今日から始まったこの展示会は、閖上地区のかつてのにぎわいを伝えようと去年に続いて2回目の開催です。会場には震災前に保管され津波の被害を免れた閖上港の大漁旗21枚が飾られていて、昭和30年頃から平成初期のものと見られています。また震災前の閖上地区の写真が展示されているほか、大漁を祝う伝統の民謡も流れ、懐かしい閖上港の活気を感じることができます。大きな災害で町が、閖上もそうですけども、津波によってなくなったということ、それでこの大漁旗が残ったという形で、結局こういう防災減災とかそういうのにもちょっとこう、この場に来ていただいて学んでほしいなと。展示会は3月11日まで開かれています。